次にやらなきゃいけないのは頭と心臓に血液が送られてるかっていうのを見なきゃいけないんです。はい、どこで見ますか？簡単ですね。どこで見ますか？はい、そうです、あなたの頭に浮かんだここですね、頸動脈です。はい、で頸動脈を見る。だから意識を確認するときに最初に頸動脈ね、BLS とか ACLS とかで時に言うのがですね、頸動脈をこう触知するっていうのがあるわけじゃないですか。今もあるのかな、ありますよね。ここをこう触ってここで触れなければ心停止なんですよ。だってここ頭に行く血管なので、ここで触れなければ心停止です。だから胸骨圧迫しなきゃいけないんですよ、ここで触れなければ。はい、ここで触れたら40以上あるってことです。だから生命は守られてるっていうことなんですね。はい、これよりもここで触れなかったら下だったらすぐ胸骨の心停止の基準を満たしますよね。なのですぐ胸骨圧迫にしなきゃいけないということになります。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。モニター心電図が読めるようになるためのセミナーが書籍動画教材になりました。臨床で問題がないレベルで不整脈が読めるようになります。内容としましては動不全症候群、房室ブロック、心房細動、心房粗動、心室性気外収縮、非持続性心室頻拍、 R1T、 心室頻拍、心室細動です。この8種類の不整脈で臨床で問題がないレベルでモニター心電図が読めるようになります。お申し込みで120分のセミナー動画と何回もコピー可能な問題集 PDF、 スライド資料 PDF がすぐにお受け取りいただけます。こちらの動画は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくなりとても見やすくなります。おすすめは動画教材になっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。